頼むよカナタ。まさか賞金が発生するとは全く考えてなくて、半分俺がもらうわけにはいかないんだよ。契約書書き直すことに同意してくれるよな。和風ハンバーグとヘルシーカレーになります。あ、ハンバーグ俺。どう考えても俺もそっちだった。一口もらうぞ。あ、来たね。私がまだ手もつけてないのに。俺もそっちだったじゃねえよ、ふざけんなバカ。あ、お先にどうぞ。プリーズ。ありがとう。いやー、イケメンだ。目の保養になったよ、超かっこいい。おとといの予選かぶりつきで見てたじゃん。マジかよ、同じ店で飯食ってたのか。それらしいやついたかな。まさか君なの、片桐かなたくん。そうですけど。すげえラッキー、話題のスーパールーキーにこんなとこで会えちゃった。あたし北原のぞみって言うんだよ。あとでまた。行くぞのぞみ。うっせーな。んじゃね。といい男だからってすぐにホイホイ懐くな。いいじゃん、ほっといてくれよ。やっぱりか、白いロータスがヤシをかける、赤いアルファロメオが北原のぞみ、通称ヤジ北兄弟。なぜか名字が違うけど血のつながった実の兄弟なんだ。